イドルグループ ABCZ の橋本良介29が15日、都内で音楽劇文と糞読売大手町ホールで23日までの公開ゲネプロを行った。井上ひさし氏の小説家デビュー作文と糞が原作。2021年に開幕予定だったが、コロナ禍の影響で2年越しの上演となった。主演を務めた橋本は、2年前の本番、直前に新型コロナウイルスに感染。痩せた姿に心配の声が出ていたが、今は回復している。左から増武氏、橋本良介、ABCZ、朝替わりな .jpg すべての写し、間を見る、2枚今回の上演に、橋本は、心の底から嬉しく思います。この日がやっと来た、という感じです。自信は、もちろんあります。この2年間、自分の中で温めてきたのでと、嬉しさをにじませた。難しかったシーンについて話題が及ぶと、自分は漢字が読めないので、台本全部に振り仮名振ってあるんです。やっぱり最初は、そことのくず、不自がありましたね。言葉的にも難しいし、と笑わせた。また、ABCZ の塚田良一、36、は2日、公式祭、途上で、体調不良のため一定期間活動を休止することを発表。2ヶ月前から精神的に不安定な状態が続いていたという。橋本は休養中の塚ちゃんも多分応援してくれていると思うので。来ていただけるなら来ていただきたいですね。元気をもらって回復してゆけたらいいなとと語った。